文学と社会1、格差社会、小山田博子、工場についてお話しいたします。作者の小山田博子さんは、1983年、広島県に生まれました。広島大学文学部を卒業された後、出版社や眼鏡販売店の定員、自動車メーカーの派遣社員など、 さまざまな職業を経験されているそうです。また広島カープのまあ大のファンとしても有名です。2010年11月初めての長編小説である「工場」をまあ発表され、第42回新潮新人賞を受賞されました。当時今26歳だったそうですけれども、その当時はまあ専業主婦であり、また 派遣社員としても働いていたということだそうです。まあその後、まあ作家として筆一本でまああの食べていくようになり、2013年には単行本工場を発表され、それによって第30回の小田作之助賞をまあ受賞されたということです。 そしてなんといってもその翌年の2014年穴という作品で第150回芥川龍之介賞を受賞されています近年の最新作としては短編集小島というものがあります小山田さんの小説というのは不思議な動植物が登場することが多いです今回の工場という作品にもたくさんそういうものが出てきます 現実と非現実が融合したような独特さというものが彼女の文学の特徴でもありますがそれは、えーまあ、もう少し前の先輩作家である川上博美さんの文学とも共通するところがあるように私には思います川上博美さんの文学も海外で非常に評判が高いんですけれども この小山田裕子さんの小説も海外で翻訳されて非常に評価が高いというそういう文学ですでは今日お話しする「工場」という小説についてお話を進めていきたいと思います先ほども申し上げたようにこの小説で新人賞を受賞しているんですけれども 作品の書質そのものは雑誌「新潮」の2010年11月号に発表されています。で新潮新人賞同時にま受賞した方がこちらの太田さんという方になります。でこの時の選考委員ですねこちらに書いたような評論家や小説家の人たちが選考委員を務めています。その中ののの中うちの何人かの まあ選票ですね、批評を、えー、次のスライドでご覧いただきたいと思います。その新,新人賞のまあ選票、えー、例えば、えー、推理小説作家として有名な桐リの夏雄さんはこんな風に言ってます。主人公の生きる世界は理不尽で不公平で、退屈でくだらなく、儒識的と言えなく、えー、言えないくらいに、えー、取り留めがなく、えー、薄気味が悪い。 だがどうして私がこんな目に遭うのだという怒りが立ち上がってくるわけでもないいつからか人は身分などと考えるようになったのか首をかしげた後に気分が悪くなってくる、えー、まるであの褒めているんだかいないんだかがよくわからないような選票ですけれどもでもまあこの小説の非常にこう特徴を的確に捉えている選票ではないかというふうには思いますね。また 評論家のの福田和也さんは、次のように選票を書いていてます。簡潔に言えばライトなカフカ後まあとでお話もちょっといたしますけれども、えー、その変身という作品でまあ有名なフランス・カフカです、ね、をちょっと軽くしたようなというような意味でライトなカフカと言っているんでしょうね工場の固有名詞化や構成作業の無限性という ななるのではないだろうか労働というよりも雇用を基本とした関係とそのバリエーションが描かれている結末カタルシスの不在、まあ、いわば盛り上がりが全くないということですね、えー、をいかに評価するかは難しいところだが作者は意図的に選択したんだろうまああのよく、えー、山梨落ちなしという,です、ねえー、いうようなやおいといったような言葉が、えー、まあ あの言われることが漫画の世界なんかにもあったりしますけれどもえあるいは BL 小説なんかでもそんなことが言われたりもしますけれどもまあこの作品もえまあ確かに特に何かえショッキングな出来事がこう途中にあってとかですね物語的にえこうとてもえこうハラハラドキドキするようなといったようなそういう展開は全くないですよね。ある意味淡々とえ 進んでいってただ最後のところが、よくよく読まないと読み過ごしてしまうんですけども、ちょっと変わったことが起きてはいます。それはまた後ほど。はい、で、もう一人、小説家の松浦理恵子さんはこういうふうに述べていますね。工場はタイトルから、まあ、これは平凡だがと、とからも察せられる通り、今よ現代風のということですね。プロレタリア文学と言えるんだと。 登場人物は当然のように自制や勤め先の向上に怒りや不満を抱いているんだがその表現をうまくコントロールされているというふうに指摘している桐野夏夫さんは選評の中で怒りは立ち上がってこないというふうに言っているのに対して松浦さんは怒りは抱いているんだけれどもそれが表現に乗ってこないんだというような言い方がされているしそれを福田さんの批評と絡めて言うならそれも意識的に選択した ところではないのかというふうにまあ、まとめることができるのではないんでしょうか。はい。ではまあ、こんなような形で評価されながら新人賞を取って文壇に登場してきたこの小山田弘子さんの「往生という作品ですね。2010年 という時,代時に発表されたということが一つにはこの小説を読む上で大きな意味を持ってくるんだということをこの後のスライドの方でお話ししていきたいと思います。この小説が発表される20年ぐらい前からの日本の社会状況特に雇用状況などを外観していきますとこういうことが言えるんではないんでしょうか。これは 第説のところでもお話しした5つのキーワードの一つ「派遣切り貧困」という問題ですけれども1991年平成でいうと3年から93年にかけて、まあ、バブル経済が崩壊していく過程。えー 時期になります、まあ、この時、えー、これ以降ですね日本では、まあ、土地の価格というものが大幅に、まあ、下落が続いていき、まあ、90年代後半になりますと銀行ですとか証券会社あるいはまあ住宅ローン専門のノンバンクいわゆる1銭ですねが不良債権を抱えて経営が悪化して、まあ、倒産していくというような事態がまあ起きていきます。まあ、特に銀行ややや証証券券会社や山一証券の、えーまああの 倒産というのが非常にショッキングな例としてあるわけですけれども戦後の日本の経済の中で銀行や証券大手証券会社が倒産していくっていうことはこれまでになかったことなわけですねですので、まあ、非常に大きなショックを日本経済にも与えたということは言えますで政府は金融システムの安定化を目指してですね、まあ、12兆円以上の巨額のまあ公的資産、まあ、いわゆる税金をそこに投入して、まあ、銀行やあるいはまあ証券会社等々のですね こう、経営の下支えをした、まあ、それが、え、日本経済全体の、ま、崩壊をまあの、招かないための、ま、政策だということで、大量な税金を、ま、投入したわけですね。ま、え、もちろんそうした背景、そうした結果として、え、ま。 これまで高収入で安定職と考えられていた銀行員ですとか証券マンなどがですねいわば公的資金を導入したことによって必然的にリストラをしなければならないという結果にもなっていったわけですし給料の値下げというようなことも断行せざるを得ないということで大量失業者を出していったということで日本人のいわば 職業、まあ、安定的高収入の職業というものが何であるのかということがです、ね、大きく変わっていったというところにこの時期のポイントがあるんだろうというふうに思います。 そして、さらに、まあ、バブルその後です、ねまあとバブル経済の崩壊から一旦は立ち直った日本経済ですけれども2008年、平成20年にリーマンショックと言われるアメリカの住宅ローン問題に端を発したこう、まあ、世界的な不況がやってきます。 アメリカ経済がまあ失速して金融不況が世界中にも広がっていったわけですね。でまあ、いわばグローバル化が進んだ結果としてえこう海外での、まあえー、経済 不況が、あや金融不況が一気にまあ世界の経済を狂わせていくということが起きるわけですね。日本ではバブル経済崩壊後のまあ不況にまやばの追い打ちをまあ受けるような形になりました。賃金の低賃金のまあ非正規雇用労働者、まあいわゆる派遣といわれる人たちが大量に失職していきます。そして生活困窮者のまあ年越しを支援するために。 これは概説のところでも申しお話しいたしましたけれども、まあ、日比谷公園に、まあ、そうしたこう人たちを一時的に救済する年越し派遣村というものが開、ま、設、あ、されたりもしたということがありましたそれが2010年代この小説が発表されるって以降の話になりますけれども、まあ、ワーキングプア非正規雇用ネットカフェ難民、子どもの貧困などというような言葉が、まあ、あふれ返り まあ発見された貧困というようなことも言われるようになっていたというお話も前にいたしましたまあ、こういうような時代状況再確認ですけれどもの中でこの小説をどう読んでいくかということになりますこの一覧表はまあ、いわゆるその氷河期世代と言われていた時代のことを紹介説明している表です ロストジェネレーション世代というような言われ方もされますけれども2つの折れ線グラフが見えますでしょうかオレンジ色のものと青いものとがありますねこれはオレンジ色の方が求人倍率青色の方が全国有効求人倍率というものを表しています求人倍率と有効求人倍率 非常に似た言葉ですけれども、まあ、よく新聞やニュースなどで耳にする言葉ではありますけれども何が違うんだか分かりますか、まあ、求人倍率というのはこれは新規求人倍率とも言いまして、まあ、いわばその月の新たな求人の倍率ということになります。 ですからその月の求人、えーまあ、職を求める人とそしてそれに対して必要だというふうな求人数との関係を表したものが新規求人倍率求人倍一般に求人倍率と言われるオレンジ色の線ですね。これを見ますと、えーまあえー、比較的、 高い数字が見えるわけですけれども、それに対して有効求人倍率、まあ、これはその前の月に公表された求人と合わせて、実際に継続的に求人と求,求職者数の関係がどのように推移しているかというのをですね、まあ、あの表した数字になります。まあ、いわば 有効求人倍率というのは実態を、まあ、職を求めている人が1か月以上かけて職を手にしていくその実質的な数値を表しているわけですねですからもちろん新規求人倍率が低くなればその分だけ有効求人倍率も下がっていかざるをえないというのは当然だろうと。 いいうふうふには思いますけれども1990年代から2000年代半ばにかけてのロスジェネ世代就職氷河期とそれから2009年から2013年。 このグラフでいうと終わりの本になりますけれどもリーマン・ショック世代というのはいわば就職難という非常に厳しい時代を経験し安定的な職につけないまま年齢を今に至るまで重ねていってしまっているというふうに言えるそうした世代だと言えます。 この時代日本ではそうした働き方の違いというかどのような法律によってそれが支えられ生み出されていたのかということを簡単にご説明するとこういうことが言えると思いますね。労働者派遣法いわゆる派遣法と言われるものが1800 1986年昭和61年に制定されています。それまで、でビル管理ですとか、 情報処理の仕事やパーティーの企画運営接待事務職など、まあ、それの分野で90万人以上の派遣労働者というものが存在はしていたんですけれどもそれは法律によってきちんと義務あの位置づけられてもいなかったいわゆるどのような労働を指してそういうふうに言うのかあるいはその労働者の実態や 人数等をですねきちんと把握することがなされてこなかったわけですけれどもそれをきちんと位置づけていこうということからこの法律が制定されているわけですそのそうした背景にはもちろんそのように派遣労働者がですね強制労働をさせられたりあるいはまあ中間搾取マージンを取られてですね手取りの賃金が非常に低いと表向きの賃金に対して実質賃金が 全然こう言えば上がってこないといったような問題もまあ指摘されてきていて法律で労働者として全く守られていないという実態があってそれにそこからまあ法律法が整備されていったわけですでこの時はその派遣法によって派遣がまあ認,められて認められる職業というのは極めて専門性の高い職業にまあ限られていたでしかも 派遣事業を許可制および届出制としてです、ね、事業主に対しては事業報告を厚生労働省の方に提出するように。まあ 義務付けられたというところがあったわけですね、まあ、あくまでも労働者を守るという観点から制定された法律だったわけですけれども1999年に改正されて対象業種が自由化されていきます専門26業種については、まあ、派遣期間を1年以内に限定していたわけですけれどもそれも2003年には 3年に延長されて、さらにはその製造業、いわゆるその工場労働者ですね、へ、えー、の派遣も解禁されていったというふうに、ですね、まあ、どん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 いわばこう非正規雇用がこうどの業種においても認められるようになっていった、まあ、今じゃ当たり前の感覚ですけれども、この法律が制定される以前はいわゆる労働者というのは、まあ、の正規雇用の。 人を指して言っていたわけでで、えー、製造業なんかの場合工場労働の場合とかですね建築建設の場合はえっ、ー、と派遣は認められていなかったわけですね、えー、正規雇用労働者しか雇えなかったあの働けなかった まあもちろん日雇いというのはそれでもあったわけで、まあ、そうした人たちは本当にこう、えー、劣悪な労働環境の中で低賃金で使い殺されていたというところもあったわけですね。それがまあ派遣法を制定,がされ制定されることによって法律で規制されるようになっていたけれどもそれはわずか10年ちょっとで結局のところ 今度は雇用者側に有利な法律にと作り替えられていってしまっているわけですね。派遣労働者保護という観点が次第に希薄になっていって、企業側に有利な解雇権というものがあったため、いわゆる景気の変動に対する調整弁というふうな、 働きがなされていってしまった。また、契約期間が満了した場合には、えー、まあ、本来ならバス。えー 正規雇用に切り替えなければならないということが最初から言われていた、義務付けられていたわけですけれども、まあ、そ,のそ,うそうやって正規雇用者を増やしていくことを、まあ、雇用者側が嫌って雇い止めという形でですね、こうこう理由もなく、い、まあ、わば理由もなくというか、期間満了ということを理由にしてですね、こう解雇していってしまうと、更新しないというですね、まあ、そうしたような ことが横行し結局労働者側の雇用不安というものが全く解消されないセーフティーネットとしては全く不自由なまんま2008年のリマンショックを迎えてしまいそれによって非正規雇用が一気に職を失うといったことが現実になっていってしまったということがあります。このこののとはあの、まあ、後でももままた述べる形になりますけども2020年以降の コロナ禍によって、えー、飲食店を中心として、えー、パートタイマーが、えー、こう大量に、まあ、職を失っていったということが、まあ、あるわけで同じようにやはり非正規雇用の、えー、こう労働者が調整弁、えー、になっていってしまったというところは相変わらず、まあえー、20年たとうか30年たとうが、えー、不安定な状況に置かれたままであるということは変わらない。 いいうとところはあると思いますねただもちろんあの、えー、現代のまあ日本社会、まあ、日本だけではないですけども世界的な、ね、傾向として働き方そのものが、まあ、いわば変わってきているというところもあるわけで、えー、全員が好んで正規採用を望むわけではなくなってきていると。 いうところも、まあ、あることはあるわけですけれども、長期的に、まあ、見ていった場合、特に、えー、高齢化社会が、えー、きあのこう世界一の状況を、まあ、迎えている、まあ、日本のような、えー、場合、ですねあの社会保障が必ずしも、えー、十分ではない、えー、状況の中において、えー、老後の不安とかですね、えー、あるいはその病気や、えー、失業等に関して、あの 関する不安というものがやはり解消されにくいというところを考えると決して安定的な社会状況ではないんじゃないかということは現在でも言えるんではないかというふうには思います先ほどの表の数字を言葉に置き換えて説明いたしますと 1991年の有効求人倍率というのが1.4倍だったんですけれども、えー、まあロストジェネレーション、就職氷河期と呼ばれた1999年には、えー、最低で0.48倍まで下落してしまっています。まあ、これはえっと2人に1人しか就職できない、2人に1人以下ですね、えー、しかまあ就職できないという状況が生まれてきているということで、まあ、それが1.0倍まで回復するのは、 さらに7年以上かかる2006年までもちろん1.0倍に回復したからみんな職を得られるわけではないわけですけれどもとにかく非常にひどい就職難の時代が続いていたということで正社員になれず派遣社員として派遣会社から事業者に派遣されて働く労働者がこの時期に増大していたということが言えます。 また2008年のリーマンショックが発生いたしますと有効求人倍率は再び悪化してしまうわけでしてバブル崩壊後の最低倍率をさらに下回って2009年には史上最悪の0.47倍です、ね。これを下回って 記録は今のところこのあと生まれてきていないわけですけどもこの小説が発表されたのがまさにその翌年ということで有効求人倍率は0.52倍というふうにです、ねまあ、依然として最悪状態のままという状況の中でこの工場というですね新たな現代風の、えー まあ、いわゆる労働者文学ポロレタリア文学だと言われるような小説が、まあ、登場すべくして登場したというふうにも言えるんではないかと思います。こちらのグラフが有効求人倍率推移を表している最新のものです厚生労働省から発表されている一般職業紹介状況というものですけれどもこの小説が発表された平成 二十二年度、二千十年度、まるで囲ってありますけれども、えー、まあ非常に有効求人倍率が低いのがまあお分かりになるかと思います。そこから、リマショックの後遺症から、まあ、ようやく抜け出ていくのが、二千十三年、平成二十五年ですね。ここで一倍を超えていくわけですけれども、まあ、それが。 2014年度以降ですね見ていきますと一気に人手不足になっていくのがわかります。あの濃い青が求人数それに対して薄い水色の方が求職者数になっていくわけで求人の方が求職者を大きく上回っていくと。 いう形になりますですから有効求人倍率は1倍をはるかに超えていくということで、えー、職求める人数が多いのに、それに応えられる、えー、求職者数が少ないということで、人手不足になっていく。まあ、この辺あたりから日本はまあいわゆるその外国人労働者にその足りない分を補うと。 補ってもらうというような形で、まあ、海外からの、えー、外国人労働者の受け入れというふうにかじ、まあ、を切っていったというふうにも言えるわけですよね。まあ、さらには、えー、高齢者の労働、まあ、いわゆる65歳以上の人でも働き続けられるような環境整備をしていくとか、えーまあ、女性の、まあ、さらなる、えー、その労働力を 掘り起こしていくというような、まあ、そうした問題というものが、えー、もとの解決が求められていって,言ってたわけです。ところが、えー、平成が平成あ令和二年、えー、今回のコビット十九の、まあ、感染拡大によって、えー、状況が一気にまた、えー、変わっていってしまっていますね。あのグラフの右半分は、えー、この一ヶ月ごとの。 状況が示されています左側が1年年度ごとですけれどもそうすると見ても分かりのように令和元年から令和2年にかけて感染が日本で最初に拡大していった時ですけれどもまあ 有効求人倍率が1.6ぐらいのところから一気に1.2を切るところまで急落していきます。それでもまだ求人数よりも求職者数の方が多いという状況は現在に至るまで続いているわけで大幅な人手不足はなくなったんですけれども微妙なというかちょうどうバランスが取れているかのように見えている状況が 続いています求人数はいわば激減してしまっているわ激減というか増えないわけですねそれに対していわば求職者数もそんなに大きく増えるわけでもなくということで有効求人倍率が1.15倍というのが直近の数字ですこれは赤線で点線で見てもお分かりのように 2014年、まあ、いわゆるリーマンショックからようやく立ち直った水準に、まあ、逆戻りしているということがまあ分かります。人手不足感とといいいうううもののはまあ一気になくなくっっててししまっているというのが現状でしょうね、はい、それではここからは作品の中に登場してくる登場人物、まあ、3人の労働環境をそれぞれ見てキャラクターを確認していきたいと思います。 まず最初はこの小説の語り手でもあり主人公でもある契約社員の牛山恵子作中では「私」という一人称で語られていますけれども文学部の日本語学科を卒業しているという26歳の女性ですね言葉によるコミュニケーションというものに大変興味を持ってその学科を専攻し そういう勉強をしてきたんだという方ですけれどもお兄さんの勧めでその工場での正社員若干募集していると大卒以上という学歴でその求人に応募することを勧められて応募したとこれまでにもいろいろな職業を転々としているということが語られています。ある程度作者自身を 早期させるような主人公だと思いますね。ところが面接に行ったところ正社員ではなくて契約社員としての採用を脱進されてしまうということです。それでも結局はその契約社員としての入社を自ら認めるというか受けるわけですね。は 配属先ということになりますけれども印刷家の分室ということで仕事内容はなんとシュレッダーで書類を粉砕するだけのことというですねまあこう言っては何ですけれども別に大卒である必要もないし誰でもいいというようなそんな業務内容だったということが後で判明していきます。 二、はい、人目の登場人物としては、えーまあ、もう一人の語り手である僕ですね古笛義雄という、まあ、年齢はよくわからないんですね40代半ばぐらいでという設定になっていて、まあ、これあのこの作品の中では、まあ、いわば過去語りのような形で、えーまあ、本もうすでに、えー、こう40代半ばになっているんだけれども、えーまあ、昔のことからずっとこう語り出していてと。 すみません恵子と呼んでしまったよと思いますけどもよし子ですね、えー、と、まあえー、こう接点が生まれる、まあ、そういう登場人物になります。で大学の、まあえー、生物研究生から教授の強い勧めで、えーまあ、あのさほどこう乗り気ではなかったんだけれども、まあ、どうしても教授の勧めを断れずに、えー、正社員として、まあ、入社すると。 配属先というのが環境整備課屋上緑化推進室と今で言えば SDGs じゃないですけれども環境問題に取り組む先端の部署になるんでしょうただしこの時の物語の中ではメンバーは彼一人であって でしかもまあ彼に与えられる社員証というのが社内の格付けではまなぜか最高ランクに位置づけられるシルバーであると、まあ、この工場の中では社員の格付けによって立ち入りのできる場所できない場所というのは決まっているというふうにです、ね、これもまた工場という場所の非常にちょっと変わったシステムなんですけれども、まあ、それは後でまたこの工場というものがま 単なる、まあ、いわゆるその企業の工場というふうな意味づけで、えー、語られているわけではないのではないのかということ、まあ、いわばその立ち入れる場所立ち入れない場所といったようなですね、まあ、いわば医師のこう格差社会のようなです、ねえー、ものが形成されていることとつながっているんじゃないかというふうに思います。えー、ままたた後でまたそののここととは取り上げたいと思い思すがでこの、えー、ふふえが している仕事というのが、まあ、屋上緑化な,んですなはずなんですけれども、まあ、言われたことは、えー、敷地内の苔を採集して分類していただきたいと,で、えー、と緑化についておいおい着手していただくことになると思いますというふうに、まあ、言われているんですけれども、えー、いつまでたっても屋上緑化が始まらない始まらないどころか、えー、結局その屋上緑化の、えーまあ、仕事は えー、よその会社に害虫で出されてしまっていてフ、えーまあ、フルフェイは着任してから15年間、えー、年に1回の苔観察会という、まあえー、地域住民や、えー、なんかに開かれたと、えー、開かれていると説明されているです、ね、苔の観察をする会を年に1回するという以外に何もしていないですが後から入ってきた、えーまあえー、後輩社員にですね 結局フルヘイさんは何もしてきていないんではないかというふうにですね、えーこうまあ、っと言い切られてしまうというような、まあ、そんなこう立場に置かれている正社員です。では3人目は、はい、人目は派遣社員の俺です、ね、これはよしこのお兄さんにあたる人になります。 で,ですからまあ私、僕、俺というふうにです、ねえー、まあ3つの3人称で、えー、こうそれぞれの語り手がこう登場してくる形になるわけですけれど、えー、この人は30歳でシステムエンジニアとして、えー、この派遣契約ではなくて派遣社員として働いていたところが突然解雇されて、えー、恋人の勧めでこの工場の資料課に 派遣されるというまあシステムエンジニアがですね今度は何の仕事をするかっていうと全く畑違いのですねその構成の仕事をさせられるということになるわけでまあそれを進めたのが人材派遣会社の社員である恋人という形になっているわけですね。で彼の実際の仕事は校閲係つまりは回ってくる文章の間違いを 正したりするとという、まあ、ことなんでそういう仕事ですけども、まあ、同じような封筒がえ自分の胸の高さぐらいの引き出しのキャビネットの中にこうたくさん入っていてで封筒には、まあ、こう日付やなんかコード番号が書いてあったりするわけですけれどもえ担当者のラインにはですねもう犯行やサインがいっぱい書いてあると。で、えー、いくつか手に取って見てみるとはるか10年前に一度公悦されているものがまたそのまま入っていて。 で、順番が回ってくると、それをまたこう、光悦する。つまり、光悦といっても、それはいつまで経っても直されて印刷されることがないわけですね。普通は、印刷するために、構成、光悦をするわけです。 それは印刷物として外へ出ていって光悦した後との、まあ、いわゆる光成子といわれるものですけども赤が入ったそこに写真を上げ例えばこんな風にですね直した指示を出したものこの紙はもう結局いらないものになっていくはげつなんだけれどもそれがなぜかループのようにですね永,遠あの永久持続運動のように繰り返し繰り返し このしかし一体その、まあ、場合にものによっては前よりひどくなっているものもある、えーまあ、何の文章を何のために光悦しているのかが全くわからないというですねただ光悦するためだけの光悦という、まあ、作業に従事させられているというふうな形になるわけです、まあ、3者の,いわゆるその仕事内容というのがどれもいわゆる仕事としての意味をいえば はいいいまあでも仕事は仕事、まあ、それで言えば雇われてお給料をもらっているというか賃金をもらっているというそういう形になっているわけですね。まあ現実にこういうことはありえないわけですけどもまあこういう設定をすることで問うている問題があるということになります。 はい、その問うている問題の一つというのは何かというといわゆる雇用形態、まあ、それが果たして会社の中でのあるいは校長の中での一種の身分制度のようになっているわけでこれよく、まあ、我々の社会の中でも、えー、正社員が一番なんかこう、えー、雇用形態の中ではこうトップであってでその下に例えばその契約だとか派遣だとかパートだとか。 こう日雇いだとかといったようなですねまあいわゆる非正規雇用の方がえこう正社員よりかはいわばこう身分的に劣っているかのようなですねまあそういう考え方っていうのはま特に日本人の場合には強く終身雇用的なえ意識というものは強く持っていますのでえこう植え込ままれていますよねじゃあ正社員と契約社員と派遣社員って一体何が違うのか。 パッと言われて説明できますか、まあ、正社員は多分かんそんなに難しくないと思いますね。いわゆる無期雇用で、あの雇用の期間が限定されていないで月、基本的に月給制であるということですね。それに対ですから、えっと、雇用主、会社と、えーまあ、あるいはその事業主ですね、と直接に、えー、契約を、まあ、交わしているという。 そういう関係を持っているわけですね。だからまあ、えっ、ー、と、直接、まあ、雇われているわけじゃないですか。それに対して、じゃ契約社員と派遣社員は何が違うのかっていうと、まあ、契約社員っていうのは、その契約している、えー、いわゆるこの会社ですね、との直接、えー、なんていうんですか、こう、契約が会社の正社員ではあるわけですね。ただし、まああの 派遣先に対しては有期雇用になっている、で、月給制であるというふうになるわけでしょうね。まあ、それに対して、派遣社員というのは、まあ、これは、えっと、派遣会社との関係は、まあ、いわば、えー、雇用主との直接契約関係にはなってないわけですけれども、まあ、つまり契約社員ではないわけ。契約社員というのはあくまでも5年なら5年とか、あるいは1年更新の、えー、まあ有期雇用の月給制社員のことですね。あのー まあこれもですから非正規雇用の一種ではあろうと思います。あの無期雇用ではないわけですから。それに対して、派遣社員というのは、派遣会社から、えー、そのある契約している先の会社に対して、派遣されているわけで。で、えー、派遣先での雇用は、例えば有期雇用であって、えー、というふうな形になっているわけですから、えー、まあ、 えー、派遣先の事業主とは直接契約は取っていないわけですね。あくまでも派遣会社の社員として、えー、その派遣会社の事業主とは直接雇用関係にあるわけだけども派遣された会社との関係は、えー、間接契約であってでただし給料はその派遣された会社の方で時給で払われる。 そういう形になっているわけじゃないですか。だから賃金だけで計算すると例えば、えー、時給単価で計算するとこれも書きましたように契約社員より派遣社員の方が高いことがあるわけで契約社員と派遣社員はい、まあ、わば、まあ、どっちが儲かるのかとかですどっちが安定的なのかというとこれよくわからないですよね。はい 3人はい、まあ、わば正社社員、員、派遣社員契,約社員契約社員、正社員そして派遣社員というふうな、まあ、それぞれが雇用形態が異なっている形になっているわけですね。まあ、あの社内での自由な行動という点ではやはり正社員である古笛義雄が最も高い地位を持ってはいる社員証としては、けれども仕事のの中身というのは。 あの全然意味をなしてね単に苔の、えー、観察をしているだけということで、えー、何も生み出していないわけですねでまあ,あのよし子の方も単にシュレッダーにこう紙を入れるだけで、えー、まあそのよし子のお兄さんに至ってはあの全く意味をなさない光悦作業をただ単に繰り返しているだけという。 まあ3人の仕事というのは雇用形態と関係なく同じなんですね。何物も,も生み出さなくて社会的要請は全くないということになってるわけ。だから共通することは何かというと、就職しているということですはた。いわゆる雇用さ、どんな形にせよ雇用関係の中にあるということ、まあ、いわば就職すること自体が自己目的化しているわけで、何のためにこういう仕事をしたいからこの会社に入るとか、そういうことではないわけです、ね。とにかく 働くために就職するんだと就職しないというのはやっぱりこう肩身が狭いというかですねで30歳にして無職この31になる予定にして派遣の男というのはいかにもまあ寒いというこれまあ,あの吉こ,このお兄さんのセリフになるわけです。 で、まあ、それだとまるで自分の人生がですね無に帰するような気分になるまあ、いわばエンジニアとして働いていたわけだけれどもそれがこう職を失って無職になってしまうそれよりかはまだ派遣社員での方がいいんだと言って派遣社員になっていくわけで。で行った先が 全くエンジニアとは関係ないその光悦の仕事だったっていうふうになってしまうわけですからまさにあの働く目的がどこにもないあのないわけですよねで無職よりかいいっていうそれだけの判断で、えー、職を選んでいってるという形になりますこの小説が発表された2010年当時というのは就職することそのものが、まあ、いわばむ難しい時代この小説が問いかける 働くことの意味とは何かということはまあ、切実な問題であったというのは間違いないことですただそれはまあ人手不足の時代になって問われなくなってしまったのかなと思わなくはなりませんですけれどもまた現在まあ、コロナの感染拡大が広がり緊急事態宣言が出て飲食業を中心としてま営業が非常に難しいという状況に応 まあ追い込まれていっている日本社会の中においては、えー、非正規労働者のうちですね女性を中心としたパートタイム労働者は、えー、激減しています例えばその完全失業率というのは2010年当時は、まあえー、5.1%だったんで非常に高いあの完全失業率だったそれが、まあ、2020年 ですとまだ2.8%ということで数字そのものを見る限りにおいてはこの小説が発表された頃からと比較してもまだまだ失業率は低いという状況で、まあ、もちろんこれから先、えー、ウィズコロナの時代がどのようになっていくかっていうことは、まあ、分からないわけですけれども、まあ、今の現在の問題でいうならば働くことそのことの意味 そのものを問うということだけではなくてむしろどのように働くのか、まあ、働き方改革という言葉もありますけれども長,長時間労働低賃金そういう問題がこう浮上してきているように働き方そしてさらにはまあ65歳定年っていうのが、えー、こうさらに見直されていく必要があるんではないのかと、まあ、高齢化社会を迎えて、まあ、さらに7075歳ぐらいまで えこうまあ、自ら労働力として社会に貢献する、えー、そういうこうあり方ができるのではないできような社会になるべきではないかっていうようなことが議論されようとしているというところはありますよね。この作品の中においてまや、あ、ばそうした問題からま未来へ向けて考えていったときにじゃあここでいう工場とは一体何なのか働く場としての、えー 向上ですねでこれはあのこの小説の中においてはいわば、まあ、まさにそううの生きるための空間、えー、死ぬこと以外全ての衣食住の環境が実は揃っているということでその中にいる限りにおいては、まあ、何の不自由もないそういう空間として、えー、こう完結しているわけですね。でその中で、まあ、こう不思議な苔、えー、やあるいは、まあ、ヌートリアのようなものや えー、洗濯機とかけたやつですとか工場とか、えー、あるいは村あの森の妖精、えー、ズリパンというですね変な登場人物も出てきますし、えー、こ苔も、えー、地蔵だるま苔というですね、まあ、実在はしないような、えー、苔が描かれてきています。そそのの工場という、まあその ある種完結した生活空間の中でのみ存在する不思議な生き物その空間の中だけで生きる価値を与えられている生物それはある意味、まあ、このヌートリアにせよ洗濯機ごけにせよ工場にせよ、えー、こう他では生きることができないでもそれはこ,こ,この小説の中における工場労働者そのものではないのかなと。 いうふうにも考えられる、まあ、いわばこの作品の中に出てくる労働者3人の語り手たちっていうのが、まあ、こ,のこの作品の中に出てくる不思議な動植物と同じ関係になっているあるいはその比喩であるというふうにも言えるんではないかというふうに思いますね。それは まあ、もう一つ高めのところから見るならば、まさにこの工場というものを、まあ、日本という国家に、日本という国に、い、まあ、わば、空間に置き換えることもできるのではないのかと。日本という特殊な、まあ、労働環境の中でおいてのみ、いわば、成立しうるような労働者、あるいは労働の在り方、いったようなものを、 暗示しているんではないかというふうにも思えるそんな作品だなというふうには思いますそんな中でまあこの作品のラストのところですねえっと主人公の、えー、牛山芳、えー、子が、えー、最後変身していってしまうという場面で終わっていきますいわゆる彼女自身が、えー、いつの間にかそのウになってしまうその工場の中だけに生息している えー、特殊な、えー、こうウニウという鳥ですね、に、えー、こう形が変わってしまっているというふうに終わっていくわけで、まあ、これは、まあ、カフカの変身の,、まあ、あのこうパロディというふうにも言えるのではないかと。あの作品、カフカの変身では主人公のグレゴール・ザムザーは朝起きると、 自分がその巨大な毒虫に変わってしまっていることに気がつくわけですね。で、えー、ザムザの両親はその姿を見て、まあえー、こう驚いてしまい叫び声を上げて、えー、なおかつ、まあ、殺そうとするわけですね剣をしてところが妹のグレーテだけがその,その虫はお兄さんだということが分かり、えー、そのこう気遣うわけそして、えー、虫に変わってしまう毒虫になってしまった兄の世話をすると。 いいう,ふうにまあ展開していきますで一時期まあ家族自体がその虫になってしまったグレゴールの存在をえこう認めるんですけれどもただ次第次第に結局その家族自体をいわば追い詰めていってしまう、まあ、社会がえこうの目,目がですね家族を追い詰めていってしまい毒虫のグレゴールを まあ最終的には捨てることを決意するというふうに話がまあ終わっていってえ弱っていってまあ捨てられたグレゴールがまあ最後は家族にそれでもえこう感謝しつつ死んでいくっていうふうにまあえ終わるわけですけれどこの小説「工場」という小説の中でじゃあ「う」に変わってしまった私は一体そのどうすればいいのか結局それはどうにもならないものとしてえこう。 終わっっててしまっている実は工場というのがたくさん工場の中に生息しているっていうことは裏を返せばそれ全員元は従業員だったってことですよね。でみんな工場の中で飼われている、えーまあ、まさにその中でしか生きられない動物として、えー、こう変身させられていってしまっていてで彼らは従順にその工場の中で、えー、こう生きているわけですね。 元へ戻るというようなこともなく、えー、その工場となってしまった、まあ、元労働者たちの中に怒りというものはあるんだろうかこの作品ではそれは先輩の,の中にも書かれていたように表現されていないというところが、まあ、非常に大きな特徴としてあるわけで、まあ、それはある種日本の、まあ、2010年の時点においてということになりますけれども、えー、非正規雇用に。 という、まあ、いわば労働者にとってみれば非常にこう、えー、弱い立場に、えー、こう教えられてしまっているかのような働き方を、えーまあ、こう従順に受け止めてしまっているそして、えーまあ、正社員の側も、えー、長時間労働やあるいは結局のところ低賃金の,、えー、そのこう労働に、まあ、甘んじているむしろ職を得ていることだけである種満足してしまっている。 まあ、あのだ性別っていう問題で言うならば、えー、その女性の働きにくさっていうことに対して、えー、こう声を上げることすらなく、まあ、そうした男性中心社会を、えー、こう自ら、えー、強く変革させていこうっていうような声自体もさほど上がっていかないままこう時が過ぎていこうとしている。 そんな日本のなんだかこう怒り怒ること自体も忘れてしまったかのような状況というものを、まあ、この小説は非常にこう揶揄的にまさに一種のパロディとして表現しようとしているんではないんだろうかというふうにも思えるそんな作品じゃないかというふうに思いますね。もちろんそそれがののまんまさらに10年後の 2020年21年の時代に変わらずにこうあるんだというふうに言いたいわけではないと言えるしそこはまあそう言いたいですよね。あの特に働き方改革その中でも男性中心的であった日本のい、まあ、わばその雇用の偏りといったようなものを やっぱり変えていかなければいけないっていう思いはようやくというんでしょうか、まあ、戦後になって70年以上経ってるわけですけれども、えーこうまあ、表に出てくるようになってきた、まあ、それでもさまざまなデータがーこう署名しているように先進国の中で日本のまあ働き方というのは非常にこうでしょう遅れている、えー、そういうところは 歴然ととしているといるうのはありますよ、ね、外国人労働の、えー、こう人権の、まあえー、なさにしてもそうでしょうし、えー、相変わらず男性中心の価値観に縛られている、えー、世の中であるということもそうですし、えー、賃金が一向に、まあ、やっぱ上がっていかないということも、えー、そうでしょうしというふうに、まあ、実際にはいくつも、えー、こう2010年の時点から根本的にはこう 問題が解決しているわけではないという状況の中で、まあ、それでも就職が当時ほどまあ難しくないから、えー、こう強い声が上がらないといったような、ま,あ、まさにその国民全員が上旨になってしまっているかのようなです、ね、そういう状況というのももしかしたら今も続いているのではないのかというふうに思わなくはありません。皆さんははどう思ううううう思でしょうか、はいえー、まあ一応課題っていうのはこういのうこ形に なっておりますので、受講生の方々はどうぞ課題にチャレンジしていただきたい。できたらその作品を読んでですね、感想も書いてもらえると嬉しいなとは思っています。それでは、山田弘子の工場という作品についての解説とそれにまつわるその講義はこれで終わりにしたいと思います。また来週。 お会いしたいと思いますご清聴ありがとうございました